はい、哲也です。今日はね、ついに完成、トランプ SNS 名前は〇〇空間というテーマでお話してみたいと思います。昨日トランプさんが8月には米国大統領に返り咲く可能性があるという話をしました。これはあの枕会社のマイク・ピロー社を起業して億万長者になったマイク・リンデル CEO、 トランプさんの大親友ですよね、その人が豪語したものです。これはこれまでリンデル氏が集めてきた確たる証拠に照らせば、最高裁は去年の大統領選の結果を必ず無効とせざるを得なくなるといった話だったわけですけどね。今の最高裁のあの逃げの一手というか腰の引けた態度を見ていたら、それほど期待はできないのではないでしょうか。心の片隅でちょっとだけ期待はしておきますけどね。しかし今日のテーマであるトランプさんが独自に立ち上げる SNS の話はだんだん具体化してきているようですよ。以前の僕の動画でもご紹介したように、トランプさんの顧問兼報道官としての役割を担っているジェイソン・ミラー氏は先日、あと 2,3 ヶ月でトランプ SNS が完成すると明言しましたからね。あと3から5ヶ月はかかるんじゃないかという人もいるようですけど、おそらく遅くとも今年の夏頃、そう、ちょうど東京オリンピックの頃にはみんなが使える状態になってるんじゃないでしょうか。ところで SNS に関するアプリを創設するにあたって最も気になる点は何だと思います？それはね、なんといっても創業時のユーザー数なんです。当然のことですけども、ユーザー数が少ないと日々見に来る人も少ないということになるわけですから、広告収入を主な収入源とするビジネスモデルである限り、その SNS の経営は成り立ちにくくなります。また SNS のユーザー数は基本的に雪だるま式に増える傾向があるので、初期段階のユーザー数が多ければ多いほどやっぱり有利になりますし、逆に少ない場合には軌道に乗るまで時間がかかりすぎて、場合によってはうまくいかなくなる可能性が高まってきますよね。さて、その点においてはトランプ SNS はどうなんでしょうか。それがね、なかなか見通し明るいようなんですよ。僕はそのことに関する情報を主にザ・ヒルのこの記事で、知ったので、今回はこの記事内容をベースにお話ししていきますね。この記事によると、3月22日から24日にかけて実施されたヒル・ハリス X による世論調査、これは1882名の登録有権者を対象にした調査ということなんですけれども、その調査では回答した有権者の 30%、約3分の1がトランプ SNS を使うだろうと答えたそうです。この数字をどう見るかですけれども、民主党支持者や無党派層や共和党の反トランプ派などが一定数含まれていることを考えれば、僕はかなり多いのではないかと思います。なお、図に示されているように参加しないと答えた有権者は 54% で、残りの 16% は分からないと答えたとのことです。またこの表で分かる通り、民主党支持の回答者の 78%、 無党派の 58% がトランプ SNS には参加しないと答えたとのことです。ただその一方で、共和党を支持する回答者の 54% がトランプ SNS を使うだろうと答えました。これも一見やや少ないようにも思えますけれども、共和党支持者の中にも反トランプ派もいますし、やはり高齢者等を含めてそもそも SNS をあまり使わないという人たちも一定数いることを考えれば、やはりかなり多いと言えるのではないでしょうか。また2020年にトランプさんを支持する投票人に票を投じた人に限定した場合には、実に 62% がトランプ SNS に参加するだろうと答えたそうです。前回の大統領選で間接的にトランプさんに投票した人の数は多分8000万票を超えていたと思われるので、それを前提とすれば、その
約 62% がユーザーになると思われることから、単純計算すれば約5000万人がこの新しいトランプ SNS のユーザーになっていくと予想されるんですね。これに僕のような日本のファンや、まあ、ヨーロッパのファンとかね、東南アジアのファンとか、南米のファンとか、まあ、いろいろいるでしょう。まあ、世界中のファンがどんどんユーザー登録していけば、あっという間に数億規模になる可能性もないとは言えませんよね。思い返せば大統領選挙前後にトランプさんの投稿が既存のソーシャルメディアから厳しい検閲などの制限を受け、最終的にはアカウント削除になってしまいました。このことにトランプさんはどんなに悔しい思いをしたことでしょうね。そして思ったはずです。もう自前の SNS を持たなきゃダメだってね。そしてそれに向かって努力し始めたことを知ったトランプさんの取り巻きは、最近になってできるだけ早い時期にトランプさん自身が作った SNS でソーシャルメディアへの復帰を果たすだろうとほのめかし始めたんです。誰からも検閲や削除処分を受けない自由な自前の SNS の創設は、もちろんトランプさん自身が多くの支持者と直接コミュニケーションを図る場としてのプラットフォームとしてね、ぜひ欲しいと考えたことは、まあ、間違いないわけですけども、それと同時に、あるいはそれ以上にね、トランプ支持者がトランプさんの考えを直接知りたがっているということもね、この SNS の創設理由の大きな部分を占めているというふうに考えられるんですね。事実、今年2月の8日から9日にかけて行われた、やはりこのヒル・ハリス X が行った世論調査では、回答者の 54% がツイッター等のソーシャルメディアはトランプさんのアカウントのバンをやめるべきと答えたとのことなんですね。もちろんそうした数字の中には、今のビッグテックに見られるいわゆるキャンセルカルチャーへの嫌悪感も含まれているとみられます。ニュースサイトのアクシオスによれば、トランプさんは複数のアプリ開発者とプラットフォーム作りで協力し合うための話し合いを精力的に行っているとのことです。ところでトランプさんが近々立ち上げる予定の自前の SNS の名前はどうなるんでしょうかね。僕は以前動画の中で、その SNS の名前を次の3つのポイントを踏まえて予想しましたよね。あなたは覚えてますか？ポイント1、誰もが知っている親しみのある言葉であり、なおかつポイント2、トランプさんを連想させる言葉であり、さらになおかつポイント3、情報や考えを広く高らかに知らせるというニュアンスを持つ言葉、ね、この3つのポイントを踏まえて、僕が一つのネーミングを、まあ、予想したわけですよね。それが何だったか覚えてますか？そう、トランペットです。トランペット、だってトランペットって子供でも知っているほど誰にでも親しみがあるし、その単語の中にトランプという文字も入っているし、そしてなおかつトランペットという単語には、あの楽器のトランペットという意味のほかに、情報や考えを広く高らかに知らせるという動詞の意味もあるんですよね。トランペットというネーミング、我ながら結構いいんじゃないかなと思ったりしていたんですけどね。どうも残念ながら僕の予想は大きく外れそうです。なぜなら、先ほど紹介したアクシオスは、トランプ氏のソーシャルメディアアドバイザーであるダン・スカビーノ氏ら、この問題の事情に詳しい複数の関係者の話として、トランプさんが立ち上げる新しいソーシャルメディアプラットフォームは、なんとフリースペースが現時点では最も有力候補だと報じました。フリースペースってつまり自由空間という意味ですよね。僕はね、日本語ではちょっとそこに遊び心を盛り込んでね、自由空間と表記してもいいんじゃないかと思ったりするんですけどね。時代と遊ぶ空間ってかっこよくないですか？うん、まあ、いやいや、やっぱりね、普通の自由の方がいいかな。トランプさんは一方的な検閲やアカウント削除などをするような不自由極まりない既存の SNS のアンチテーゼとか、あるいは差別化といった意味合いを新しい SNS に込めたいでしょうからね。
ところで記事を読む限り、僕はよく知らないんですけど、すでにフリースペースという名の小規模な SNS が存在しているようですね。それをトランプさんが買収し、複数のアプリ開発者らが協力して、より理想的なサイトへとグレードアップする形となりそうなんです。となるとトランプさんが買収した後は名前を別のものに変える可能性もないとは言えませんよね。ひょっとしたら、そう、トランペットに変わったりしてまあそれないかな。まあそのあたりは正直ね、まだ何も決まってないようです。それはそうと、先に挙げたトランプさんの大親友のマイク・リンデル氏ももうすぐ新 SNS を立ち上げますよね。確か当初ボーカルという名前が検討されていましたよ。ボーカルには日本語でよく使うボーカルという意味や声のという意味の他に、コノテーションとして意見を自由に述べるという意味があるんです。これまでビッグテック系の SNS では左翼系の意見はどんなにおかしくてもそのままスルーで、保守系の意見は厳しく検閲され、抑圧され、排除される傾向がありましたからね。ボーカルという名前からはそうした呪縛から解き放たれ、のびのびと自由な意見の発信や交換ができるというニュアンスが伝わってくるので、僕はとってもいいと思ってました。ところが最近、実はボーカルではなく最終的にはフランクという名前になったと言われています。まあただね、そのネーミングに込められた意味はボーカルとほぼ同じと言ってよいでしょう。いよいよこれからリンデル氏のフランクとトランプさんのフリースペースというこれまでになかった保守系の SNS が互いに切磋琢磨しながら世の中に広く深く普及浸透していき、より率直で自由闊達な言論空間が広がっていく可能性が出てきました。そうなると米国人だけではなく、我々日本人も含めた世界中の人々にとっても非常に良いことだし、それで政治が大きく変わるとすれば、なんか夢がありますよね。いずれにしてもトランプさんや保守系の人々がいつでも自由に投稿でき、コミュニケーションができる複数の新たな SNS がもうすぐ世に登場します。ぜひ大いに期待したいですね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。 Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。